適定の模式図。ビュレットから主役を少しずつ適化し、投量点を求める。適定用具。ビュレット、ビュレット台、コニカルビーカー等を受けき、サズはピンチコック部拡大。二型コックとの一体型ビュレットもある。適定とは化学反応を用いて化学物質の量を測定する定量分析法である。特に中和点を利用するものを中和適定と呼ぶ。 非適定物質に対して濃度が基地の標準物質である適定剤をビュレットを使用して気化して反応を進行させる。すべての非適定物質が反応し尽くした時点を投了点と呼び定食指示薬を使って非食法で決定したり pH や酸化還元電位など物性の変化を測定して決定する。投了点に達するまでに必要とした適定剤の体積を ビューレットのメモリより求め、科学量論的な計算により、非適定物質の量を決定する、などがある。しかし、すべての反応が適定に用いられるのではなく、反応に次の条件が備わっている必要がある。反応の生成物は一通りであり、副反応が生じてはならない。反応の平行定数が非常に大きく、等量点において反応が完結し、 未反応の非適定物質や適定剤が残存しない。投量点を決定するための指示薬や測定方法が存在する。適化した適定剤は速やかに反応が進行する。定職指示薬にはなどがある。ありがとうございます。